宇宙旅行、宇宙旅行、宇宙旅行とは国家の政策や国際機関を含めた公的組織による科学的研究を目的とした宇宙開発と対比して観光や非日常的な体験といったもっぱら個人的な興味関心の他に宇宙空間へ赴く行為を指す。いわば宇宙飛行士の気分を味わえる旅行である。費用は安くないものの、 公的な宇宙開発機関に選抜されていない。個人でも、短期間であれば、宇宙や、それに近い清掃圏上部に到達することが、できるようになりつつある。SF 小説では、1865年に、ジュール・ベルヌによって、で、l ルエ LL ルル、地球から月へという意味の題名。日本語訳、ガツ世界旅行が書かれ多くの読者を得た。現在に至るまで、宇宙旅行は、 SF 映画や漫画を含めて様々なフィクション作品のテーマになっている。現実の行動として出資者や目的に関わらず人類が宇宙を旅するという講義の宇宙飛行まで含めるならば1961年4月12日にソビエト連邦のユーリーガガー・リン少佐がボストーク1号に上地球を一周する108分の旅が初の友人宇宙飛行である。彼は 地球は青かったという言葉を残した。これはあくまで国家政策によって行われた宇宙開発の一環である。その後にソ連及びアメリカ合衆国の宇宙開発によって行われた一連の有人宇宙飛行も同様であり、本記事が指す宇宙旅行とはいささか意味が異なっている。個人的な関心によって行われた初の費用自己負担の宇宙旅行は後述するように2001年に 米国の大富豪がロシア連邦の宇宙船ソユーズの定期便に乗せてもらう形で実現した。2010年代になるとアメリカを中心とする多くの民間企業が特別な訓練などが不必要、または短期の訓練で現在の海外旅行などに近い比較的軽い手続き的身体的負担で短時間宇宙空間に滞在し帰還することを まずは目指し、技術開発にしのぎを削っている。1990年12月2日に、ソビエト連邦のソユーズ TM-11 に登場、宇宙、ステーションミールに9日間滞在した、秋山とヨヒロは、世界で初めて宇宙空間に到達したジャーナリストであり、日本人初の宇宙旅行を体験した人物である。厳密に言うと旅行ではなく、 報道のための仕事である。TBS が宇宙特派員として派遣した、彼は長期間にわたる訓練の後に宇宙へと旅立った。予定では日本人初の宇宙飛行として宇宙開発事業団に所属するモーリー・マモルが秋山より先に宇宙へと旅立つこととなっていた。しかし、チャレンジャー号爆発事故の影響で毛リーのフライトが延期され、結果として 日本人初の宇宙飛行は民間人である秋山となった。秋山は一応睡眠実験などの科学実験に参加し、1990年12月1日に国家審査委員会から宇宙飛行士の承認を受けているが、一方で彼は民間企業のスポンサーによって宇宙飛行を果たした人間の一人であることは間違いなく、その意味で彼は日本人初の宇宙飛行士にして、 日本人初の民間宇宙旅行人である、なお旧ソ連の宇宙飛行士の資格は、ロシア連邦となった現在でも有効である。民間人が全額を自己負担するという条件で、宇宙旅行に旅立った、世界初の例は、スペースアドベンチャーズ社が、ロシア宇宙局と契約を仲介することで実現した、アメリカの大富豪、デニスチトーによるものである。彼は、 国際宇宙ステーションに人員と物資を補給するソユーズの定期便でバイコヌール宇宙基地から旅立ち2001年4月28日から5月6日まで ISS に滞在したそれに続き2002年には南アフリカ共和国の実業家マークシャトルワースが宇宙旅行を実現しているコロンビア号の事故からもわかるように2000年代においても宇宙開発には 危険が伴い気軽に民間人が宇宙旅行をする時代が来ているとは言いがたかった。当時ロシアは国家経済の事情で民間企業にソユーズの座席を売ることで打ち上げ資金を確保していた状況にあり宇宙旅行に消極的なアメリカ航空宇宙局 NASA もコロンビア号の事故以来ソユーズに ISS の維持に必要な物資の輸送を頼っていたことからこうした 宇宙開発の冷え込みが皮肉なことに、これらの宇宙旅行を実現させた側面もある。ISS に滞在したもののみ、弾道飛行、サブオービタル飛行による数十分の旅行は含めない。米国の旅行会社、ジェグナム社は、ジェット機の背に搭載されたロケットプレーンを高度 16km で切り離し、そこからはロケットエンジンで高度 100km まで上昇し、地球を見ながら、 弾道飛行による2分半の無重力状態を体験できるという宇宙旅行を企画した。1998年、ペプシコーラを日本で販売するサントリーは、検証でこのロケットプレーン搭乗券をプレゼントするというキャンペーンを行った。当初は2000年に実現予定であったが、ロケットプレーンの開発の遅れなどから、2014年現在、実現には至っていない。 1996年に民間による宇宙船開発に対する賞金制度である X プライズが発足した2004年アンサリー X プライズに名称変更。3人以上の乗員、乗員1名と2名の乗員に相当する重量のバラストデモカを高度 100km 以上の弾道軌道に打ち上げ、さらに2週間以内に所定の再使用率を達成し、 同じ機体で再度打ち上げを達成した非政府団体に賞金100万ドルが贈られるというものである。地球一周旅行をはじめ多くの長距離旅行の壁は資本家による賞金制度をきっかけに実現されてきたが、X プライズは資金面のみならず法律面でも発射試験までには煩雑な点が多く脱落者が続出した。その中で スケールドコンポジッツ社の有人宇宙船、スペースシップ1は2004年6月21日に高度100キロの試験飛行に成功。続けて、賞金獲得のための本飛行も2004年9月29日と2004年10月4日に2度目の飛行を行った。9月29日のフライトにおいては一時期体が不安定になるなどのトラブルがあったものの、いずれも 乗員1名とバラストを乗せた飛行を達成し、同社は賞金を獲得した。バージングループに設立された宇宙旅行会社バージンギャラクティックはスペースシップ1からの技術供与を受け、宇宙旅行ビジネスを開始することを発表、同飛行のスポンサーとなった。2012年からのサービス開始を目指しており、スペースシップ2による宇宙旅行ビジネスの実現を目指す。 2005年には、クラブツーリズムがバージンギャラクティック社の公式代理店となり、日本での販売を開始。最初の宇宙旅行者として100人が、世界中から選ばれ、ファウンダーと呼ばれている。日本人では、稲見則明が、世界最年少のファウンダーに選ばれている。しかし、計画は遅延中であり、2014年には試験中に、墜落事故を起こすなど実現には至っていない。また、 バージン・ギャラクティックは高度 80km 以上という米空軍の規定による宇宙空間、一般に 100km 以上を宇宙空間と呼ぶことが多いを採用していることから一部には宇宙旅行ではなという声もある。2017年時点で宇宙旅行を実施、または準備中の企業としてはこのほか、スペース X 社、ブルーオリジン社、ISS 滞在の仲介を計画する。 アクシオムスペース社、気球から地球を見下ろすツアーを予定するワールドビュー社などがある。これらの多くはアメリカに本社を置くが、日本でも山崎大地のように宇宙旅行ビジネスに携わる企業家が現れている。2018年12月13日、バージン・ギャラクティックは史上初の民間宇宙旅行用宇宙船による宇宙飛行に成功したと発表した。前述のように、 米空軍が規定する高度8 0トル以上に弾道飛行により到達したものである。なお、米国内から出発した有人宇宙飛行の成功は7年ぶりのことだ。初めて宇宙旅行を描いた SF 小説は1865年のジュール・ベルヌによるガツ世界旅行である。この作品とハーバート・ジョージ・ウェルズのガツ世界最初の人間、1901年から。 着想され、1902年に発表された、ジョルジュ・メリエスによる映画も有名である。ベルヌの小説の現代は、地球から月へ、でエルエーテアエールエールン。メリエスの映画の現代は、ガツ世界旅行、レボイジ・ドンズ・エルエールンだが、日本では、双方とも、ガツ世界旅行となっている。また、ベルヌの小説には、後編にあたる、ガツ世界探検、現代、ガツ巡り、オート・アデラルン。 1869年がある。ベルヌは270メートルの巨大な大砲を用いて宇宙空間に到達する方法を比較的に科学的説得力のある内容で描いており、赤道付近に発射場を設置することなど、一世紀以上先に実現されることになる宇宙開発の基礎をいくつかの点で言い当てている。アーサー・シークラーク原作の映画、2001年宇宙の旅でも、 地球から月に向かう宇宙旅行が描かれている。ロケットプレーン、パンアメリカン航空のオリオン号で、地球軌道上の宇宙、ステイオンにランデブーした後、月着陸船に乗り換え、月に向かうというものだが、宇宙での機内食、客室添乗員の履くクリップシューズ、宇宙トイレなど、綿密な科学交渉のもと、宇宙旅行の様子が詳細に描かれている。一方、 宇宙旅行をより簡便なものにする手段として、静止衛星と地上等をテーブルで結ぶ軌道エレベーターが考案され、クラークの楽園の泉はじめ多くの SF 作品で取り上げられた。現在は実現に向けた動きも見られるようになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。